ちょっと開いちゃう。開いちゃう。ね。これは夏に食べたいでしょ。どうも、サンディアザース！今回はね、本当に僕の好きなそうめんを作ります。そうめんレシピばっかりやるじゃんと思われるかもしれないですけど、そうです。そうめんは夏の時期は再生数が上がるんで、やらしいでしょ。なんで再生数が上がるかっていうと、需要があるからなんです、皆さん。私は需要がある料理をやっていきたい。なので今回そうめんとして、夏だからさっぱりさせたいので、今回はね、ニラも使います。ということで今回で、無限ニラ豚そうめん。ほんとに美味しい。これを、リュウジのバズレシピ。はい、材料いきたいと思います。まずね、ニラです。3束分 50g、 そしてそうめんが 100g でございます。これ島原の手延べそうめんです。これね、手延べそうめんのがうまいよね。そして豚バラが 70g。 好きな方はもっと入れてもいいです。はい、今回はニラが結構多いんで、ニラにフォーカスしたレシピになる。そして調味料は概要欄に書いてありますので、概要欄をチェックします。これからまあ料理を作っていくんですけども、料理を作る上で何が大切か、やっぱりですね、この時期は部屋の中もすごい暑くなるじゃないですか。で、外もめちゃめちゃ暑いですじゃないですか。水分が奪われていくんですよ。体がね、乾きを覚えるんですよね。それをね、こう潤していかないといけないと。じゃあ何で潤していればいいか、それ皆さん分かりますね。これはね、これだと思うんです。アルチュマシン2号。最近は焼酎派になってきました。そしてレモンを絞っていきます。はい、そして僕の乾きを潤していきます。乾いたー、叫びがー。あー、ということでデュエルスタートやっていきますよ。まずニラね、これもう洗ってあるんですけども、これもね、小口切りにしていきます。ニラをね、半分に切っちゃって、まあこうやってね、でこうやって切っていくと時短できますね。はい、これですね。はい、こうなりました。そしたら、こんな感じですね。ここに大さじ2と小さじ1です。大さじ2と、小さじ1、はい、入れます。で、ここでね、オイスターソース、僕がおすすめなのはトップバリューのオイスターソース。オイスターソースはトップバリューめっちゃうまいです。で、混ぜる。で、これで置いておいて、ちょっとなじませます。じゃあ茹でていきます。たっぷりめのお湯沸かしました。で、ここに今回はね、豚バラを先にね、茹でたい。じゃあね、豚バラを切り入れます。だいたい5等分ぐらい、面倒せんでハサミでやります。はい、で、入れたら豚バラ重なってるんで、ちょっとね、剥がす。剥がして、次にぐらいすぐ茹でりますんで、ちょっと水気切って、こうね、豚の方に入れちゃう。豚をニラの方に入れちゃうの。そうなの。ちょっと開いちゃう、開いちゃうね。で、これはね、冷蔵庫か、まあ僕はもうすぐ食べるんで、冷凍庫を入れて冷やしちゃいます。これ豚肉を茹でてるんですけども、また新しいお湯を用意しても面倒なんで、もうこのまま茹でます。はい、じゃあこんな感じです。パラパラー。はーい、で、1分半茹でましょう。今日はね、そうめんをね、最高に美味しくするね、やり方をね、皆さんにご教授しますからね。で、茹で上がったら、流水にかけて氷水で冷やしてください。じゃあこのザルに取っていきますよ。流水冷やしました。そしたら氷水、氷水大事よ。氷水、特にね、夏場なんかはね、水道の水だと冷えないから、氷水でやった方が美味しいです。キンキンのそうめんってコシも出てめっちゃうまいんですよね。だからこれはね、やってください。もうこれぐらい、もう手が冷てえな、雨もキンキンに、もうね、そんな感じにしてください。で、もう一個大事なのは、こうやって絞って水気出すこと。そうするとタレが薄まんないっす。うお、冷てえ、これうめえだろうな、これ。はい、こんな感じ。じゃあ皿に持っていきます。それではですね、キンキンに冷えたこのそうめんを持っていきます。いやいや、この冷てえそうめんはさ、この時期にさ、本当いいよね。皆さんね、流水だけでやる方もいらっしゃると思いますけどね、氷水で冷やすっていう初歩的なことなんですけども、これやるかやらないかでね、全然味違います。はい、こんな感じで持ってあげてください。はい、そしてさっき冷凍庫でね、パンピンに冷やしております。ニラ豚をもう、なんか乗せちゃうね。ニラ豚を
これでね、こう冷蔵庫の中で非常にね、この豚が味を持ち出すんですよね。そして最後にこのニラダレをね、がっつり乗っけて、これは夏に食べたいでしょ、皆さん食べたいと言ってくれ、応援お願いします。香り付けと見た目もあるんですけども、ごまをひねりながらこうちょっと加えていきます。うまそうだよこれ。お好みですが、まあ、辛いの好きな方はラー油、辛いの苦手な方はちょっとごま油の方がいいかな、はい、ということで無限ニラそうめん完成になります。はい、ということでですね、できましたので早速いただきたいと思います。いただきます。じゃあ皆さんいただきます。うまっ。これちょっとやばいぞ。これニラの香りめちゃめちゃすごい。マジでうまいですね。ニラって皆さん、あんまり生で食べないですよね。そうめんでこの時期に食べるとめちゃめちゃ合うんすよ。そしてこのポン酢とこのオイスターソース少しが入ったこのニラダレね、これがねギュンギュンいきます。だから無限に食えますよこれね。そしてあっ、よいしょよいしょ。今回は七味、やべえわこれ。超進むわ。酒が進みすぎて、もうもはやこれそうめんではなくつまみなんじゃねえかっていう感じですね。さあ、じゃあいただきます。酒を、あれー、いただきます。うまっ。めっちゃうまいな。無限に食えんだっけ。無限に食えそう。これリュウジ天才、乾いた叫びが美味しかったっす。いただきます。ニラ豚そば、どうですか。絶対食ってほしいです。なぜかというと、めちゃめちゃ新感覚のそうめんになる。ということで、今日はこの辺でありがとうございました。そう、最近なんか徹夜推しですっていう人が結構現れてきてるんだけど、どうしますか。徹夜推し。いや、達也推しもいるっしょ。達也推しいるけど、なんか徹夜推しも結構いるよね。そう。なんか、同じぐらいいるような気がする。まあ、イケメンだから。じゃあ、そういう感じ。そういう感じ。カットに完全に。多分なんか生やしたてるテンションがいいのだと思いますよ、私は。多分ね。いやもう、いやもうでも本当に俺はでもリュウジは天才だと思ってるから。超天才だと思う。